見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。11月19日は、性の平等と男性の心身の健康と幸福を願い設立された男性デイです。内閣府が今年9月に言った、性別による無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスの調査によると、20代から60代のすべての世代の男性で、同世代の女性の2倍近く、男性なら残業や休日出勤をするのが当たり前だ、との意識が強く、特に50から60代の男性では、男性は仕事をして家計を支えるべきだ、男性は結婚して家庭を持って一人前だ、デートや食事のお金は男性が負担すべきだなどのアンコンシャスバイアスが強いことが分かりました。男性は敵、社会的に自立してこそ一人前であるという無意識の男らしさが数値として浮き彫りとなった調査結果ですが、2019年度には女性の43倍にあたる84人もの男性が脳、心臓疾患による過労死として労災認定がなされ、昨年の男性の自殺率は女性の2倍に達しています。社会的に弱さや感情を見せることを良しとしない男らしさが足かせとなり、周りに悩みを打ち明けられず、一人苦しみを抱えている男性も多いのではと専門家も危惧しています。あなたは男らしさを求められたことはありますか？コメントに、求めたことがある、求められたことがある、求めたことはない、求められたことがない、どちらとも言えない、などを示した上で、その理由やその時の思いを、具体的なエピソードを教えてください。はコメント欄の皆さんの意見や体験を通して、より深くニュースについて考えたり、多様な考えに触れたりできる機会を作りたいと考えています。今回いただいたコメントを抜粋、編集した上で、後日議論の流れがわかるようなコンテンツとして別ページにて掲載する予定です。いただいたコメントを取り上げさせていただく場合がございますのでご了承ください。皆さんの考えをぜひ聞かせてください。